はい、シローです。今回はですねまた第3弾目の話になるんですけども長岡新潟の長岡でですね新しいデータセンターができますよという話ですねで今後20年から 10, 10年から20年間にかけて競争力を維持できるデータセンターの内部ということですね前回はこの空調の話をしまして非常にですね熱源に対して、えー、いろんなところにこの 共通ダクトチャンバーからですねあの直接冷気を送ることができることによって冷却効率の良い空調空間ということで非常に有効的なあの、まあ、サーバーですよねこれを運営していけるということですよねでホットアイルコードアイルなんかもねちゃんとしっかりと管理できるというところでさらにですねデータセンターのこの熱をですね水耕栽培ですとかあるいは養殖 にも、ね、活用を想定しているということで非常に面白いデータセンターの活用の仕方かなというところです。まあ、これがね、こういったいろんな設備の利用の仕方が今後10年から20年間にかけて競争力を維持できるということなんでしょうね。まあ、競争力を維持できるというデータセンターとするため空調以外にも高い性能を実現させたと、ほ、まあ、他にもいろいろと性能のアップの部分があるよというところですね。 ビッグデータ解析などの IT トレンドに追従するため、昨今のサーバーやストレージは高性能化に伴って集積が進んでおり、データセンターにも危機集積化への対応が求められている。新潟・長岡データセンターでは、国内データセンター最高クラスの一ラックあたりの最大供給電力を3 0 k v ア,ア、1平方メートルあたりの床体荷重3トンを実現したということで、 これすごいですね。1平方メートルあたり3トンですよ。3トンですからね。で、このぐらいの耐荷値がないと、やっぱり集積回路に対してですね、対応できないということなんでしょうね。で、この数値設定について、宇佐美氏は、2018年から19年に登場するストレージが1平方メートルあたり2トンになると予測されており、これに対応するためとしており、機器を設置するラックも、えー、搭載、え 搭載量最大2トンのものを特注したというとはあ、すごいですね。結構重いんですね、これね、1平方メートル離れたり、まあ。床から天井までの高さが3メートルなあるのかな、それぐらいあると思うんですけども、ちょっとね、なんとも言えないですが。また、ネットワークも新設データセンターとして充実させた、長岡、東京間を100ギガビット秒、長岡、大阪間を10ギガビットの高速通信で接続しており、 日本全国のデータセンターをつなぐようなネットワーク網も構築し、パブリッククラウドへは東京のゲートウェイを通じてダイレクトに接続しているという、ほう、やっぱりどん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 この優先はスピードが伸びてきてますよね。地震を含む自然災害にも入念に対策した、施した。新潟・長岡データセンターの建設にあたっては周辺に活断層がある地域を避け、まあ、これは当然ですね、健康な地盤、 地下2メートルで N 値60これがちょっとよくわからんのですが、お持つ土地を選定したとして、新潟中越地震発生時にもデータセンター立地地域は揺れが少なかったと聞いている。おさみしいという、えー。建物自体にも免震装置や洪水対策のための高さ2.5メートルの防水壁を設置しているとおかなりのものですね。まあ、首都圏に、まあ、ここにも、ね、書いてありますけど、免震 簡易に設置置されたブリッジストンン製面芯ゴム装置とオイルダンパーここでしょうねここもオイルダンパーなんてのもあるんだすごいですね揺れ幅を6 0センチ以下に抑えると健康な地盤に支えられた支えられた,ためベタ基礎が採用でき工期も短縮されたとへえこういう対策があるんですね面白いですね 首都圏に偏在するデータセンターを地方に移し、人材育成、産業振興へ、開所式では宇佐美氏が挨拶の中で首都圏に集中するデータセンターの地方分散化に移籍を投じられないか、その過程で地方創生に少しでも貢献できないかという志を持って起業したと語り、地方創生の面では、現在約20名がデータセンターで働いており、4月には新潟県の大学を卒業する新卒社員が3人、 入社することが決まっているとするということですね。さらに順調にいけば二次工事を予定しているため、それなりに大きな雇用創出となる。量的な側面以外でも、えー、IT 環境域で高い専門性を持つ人材を育成したいと考えており、県内の優秀な大学生が地元に残って仕事を行える機会を提供したいとしたということですね。新潟長岡データセンターは、2018年の上半期中に契約上の賠償を目指し、 同年度売り上げ目標は20億円としているということです。まあ人も雇用してですね、こういった地盤にも強い、地震にも強い、洪水にも強い構造を作って、まあ、10年、20年、きちんとね、維持させようということですよね。でもね、ちょっと気になったのが、やっぱり人数ってこれ少ないですよね、この設備に対して。20人ってやりますけどもね。 で、まあ、3人でしたっけこれが入るかもなんていうふうに言ってましたけども、やっぱりね、その地方での人材育成とか創出って言いますけど、まあ、それほどやっぱり人が増える可能性っていうのは少ないかなというところですよね。まあ、どれだけ、あのーあ、新卒社員がね、3人入社っていうことですけどもね、 まあ、この設備にです、ね、ずっといられるかどうかということもそうですし、まあ、どん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  AI 化とかです、ね、が進んでくるとこういうデータセンターなんてもねもより人がいらなくなってきちゃうのかなという気もしないでもないんですけどねただ総合的に、ね、いろんな環境面を配慮しているところがこのデータセンターのすごいところで。 で一番最初の,、ね、この動画を作ったこのシリーズの一番最初のナンバーワンのところでもう語りましたけれどもこのデータセンターというものがどん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 これから増えてくるよというところがやっぱりポイントなんですね。でやっぱりこのストレージを運営していくという上ではこのネットワークですねこの部分がどれだけ速いかっていうことにもよると思うんですよ。 いくらデータセンターの、ね、中にものすごい集積回路が作れたとしても通信が遅ければ意味がないですしなかなか入らせるのも難しいなというところもあると思うんですね。だけど、まあ、これがどん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 増えてくればあの日本にもです、ね、いろいろなクラウドサービスというのがより安価で,です、ね、あの面白いのが出てくるんじゃないかなというところです。あとはまあ仮想通貨の部分ですとかね ビッグデータなんかもですねいろんなもののデータを解析するためにこういったデータセンターの需要っていうのはまあ増えることはあっても減ることはないんじゃないかなと思います紙のデータなんかもですねこういったものを分散させてあの集積回路に保存しておくっていうことがどん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 必要になってくると思いますしこれは個人レベルでもねやっぱりそういうのが進むんじゃないかなと思いますアマゾンの k Kindle っていうのをご存知だと思うんですけども もうペーパーレスでですね iPad ですとかまあああいうノートパソコンとかそうあるいはまあスマホで見る人もいらっしゃるかもしれませんけれどもそういった本とか漫画をですねもう紙の媒体で見ないという習慣がだん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 ついてきてる人もいると思うんです私もそうなんですけどもやっぱりですねどこでもいつでも見れるっていうこともそうですしこういったデータなんかをね報道しておく 部分の場所という部分もそう、まあ、需要としていいんですけども、まあ、紙が減るとですね、いろいろ部屋の中も整理がされるっていうこともあるんですけども、やっぱりね、そういった意味でですね、まあ、あの、今の若い人なんかほとんど本とかを、まあ、買う人もね、読んでる人もいらっしゃると思うんですけども、それ、アマゾンキンドルとかでね、あの読むようになってきてる人とかもやっぱり多いと思うんですよね。そういったところで、こういったデータセンターの需要、あるいはね、こういった 私が今作ってる YouTube の動画なんかもそうですし、まあ、動画のこのストレージというのはものすごい食いますんでやっぱりこういったデータセンターの需要というのはですねやっぱりどんどん増えていくでこの環境面とかですねあるいは周囲のいろいろな熱を生かす水耕栽培ですとかね養殖にも使うとかあるいは雪を使って冷やすっていうことで非常にですね効率化がいいとあのー、まあ 雪ですからね、自然のものを使って、最速可能エネルギーのような形でね、こういったものが運営できるというのは非常に面白いなという形ですね。まあ、この会社もどん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 こうやって増やしていくんじゃないかなというふうな感じがします。はい、えっ、ー、と、今回はですね、データセンター、長岡にですね、できるデータセンターについて、まあ、第3回までの動画でちょっと撮ってみました。皆さんもですね、こう地元にこういうのができると、 あのまあ、雇用はちょっと増える可能性もあるでしょうけれども、よりね、再生可能エネルギーをね、生かしやすいというところなんですよね。ここはね、ものすごく電力も食います。なので、再生可能エネルギーの電力が生かせるっていうところも非常に大きいんですね。はい。えー、では、最後までね、聞いていただいてありがとうございます。